メルシーイコールアルジャントー、白尺フロリモンイコールクロードは、ハプスブルク帝国の外交官。メルシーイコールアルジャン島伯爵フロリモンイコールクロードはハプスブルク帝国の外交官メルシーイコールアルジャン島伯爵アントワーヌの息子として生まれた。オーストリアの外交官になり、パリで、ベンツェル・アントン・フォン・カウニッツ公爵の部下として、経験を積んだ。その後、トリのサンクト・ペテルブルク、パリ駐在オーストリア大使を相次いで務めた。パリ駐在大使としては、最初に、 普通王同盟の強化を図り、1770年に、フランス王国の王太子類とハプスブルク王女、マリー・アントワネットの間で、政略結婚がなされたことで結実した。さらに1774年に、王太子類が、ルイ16世として、フランス国王に即位すると、メルシーイコールアルジャントハクは、フランス宮廷で絶大な影響力を誇るようになった。フランス革命が勃発すると、 彼はまず、エティエンヌ・シャルルド・ロメニード・ブリエンヌを、続いて、ジャック・ネッケルを支持した。1792年、オーストリア領ネーデルラント駐在特命公使に就任した。フランス革命への対策については、最初は中道政策を支持したが、後に、フランスへの宣戦復刻を支持した。1794年7月、イギリス駐在オーストリア大使に任命されたが、 ロンドンに到着した数日後に死去した。ブリタニカ百科事典第11班は、メルシーイコールアルジャンと伯爵が経験のおかげで、オーストリア領ネーデルラントのかなり成功した統治者だったとした。ありがとうございます。